ます。ありがとうございます。ありがとうございます。センターまで、ね、来ていただきまして、では松谷さんにマイクを終わったのか大丈夫。あ、そうね、いいですね、たったチャンスです。皆さんではマイクを渡します。はい、皆様こんにちは、京都府最大のお茶の産地、宇治茶の里、茶源郷あすかからさせていただいております、お茶娘の茶々ちゃんです。よろしくお願いします。あすか町ってご存知でしょうかね。この頃こういうポスターとかよく見ますよね。今年はお茶の京都ということで、ターゲットになっておりますけども、常にこういう茶畑がよく出てくると思います。またお気に留めていただいたらありがたいと思います。今日はですね、ゆるキャラさんがたくさんおられて、アクティブな方がいっぱいおられるんですけど、お茶娘のチャチャちゃんは本当におしたかいで、ちょっときなんていうの、おとなしい、キャラですので、顔をちょっとピンクに染めながら、静かにおしとやかに、動いておるというところでございます。とは言いながらですね、チャチャちゃん、かわいいですよね。チャームポイントはボッカブリンの下にこうあるこのお下げ髪ですね。これがチャームポイントです。好きなものは、美味しいわずかのお茶と、この先ほど見せましたようなわずかの綺麗な茶畑が大好きです。今日もね、あと半日ありますけれども、精一杯、頑張って活躍したいと思いますので、皆様ご応援よろしくお願いいたします。今日も一日頑張ります。よろしくお願いいたします。